レンゲショウマは日本特産の一族一種の花。金宝毛科レンゲショウマ族の多年層。花がレンに、葉がさらしなウマに似ているので、レンゲショウマの名が付けられた。家系の株に形容と根質用がある。葉は2から4回3出服用で、小葉は卵形、荒い巨子を持つ。高さは80センチ程度となり、丸いつぼみをつける。 赤みを帯びた光沢のある薄紫の上品で歴品。ふれる花が様々な方向を向いて咲く。花の直径は4センチほど。額も花弁もともに花弁状に見える。額は花弁状で平らに開き、花弁は抱えるように咲くため、一見では二段構えに花びらが並んでいるように見える。類似した和名の種として、雪の下かのキレンゲショウマがある。これは本種に似て、 黄色い花をつけることからの命名である。本州の太平洋岸の温帯域に分布し、山地から宮間のかけての湿り気のある林家に生える。複数の都道府県で、レッドリストの絶滅危惧種や、絶滅危惧通類などに指定されている。田中澄江が、新、花の百名山の著書で拳だけを代表する花の一つとして紹介した。三宅登山鉄道が毎年8月に、三宅山、 レンゲウマ祭りを開催している、レンゲウマ聖竹株の樹林体にて、2001年8月、ありがとうございます。